一番勝山龍馬の会松本忠でございます。議長のお許しを得たので壇上にて質問させていただきます。私は下道恵子議員とともに今議会より新しい会派勝山龍馬の会を結成いたしました。坂本龍馬のような高い志を持ち遠い未来を見つめ勝山氏が50年後100年後も続くように今を頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今日は3つの質問をいたします。1番目に勝山フェアについて。県立恐竜博物館には今年も多くの人が訪れています。特に夏休み期間中は連日駐車場は満杯状態、日曜日などは朝の開館時点から入場券を購入する行列ができるくらいの盛況が続きました。恐竜博物館が2000年にオープンして以来12年が経過していますが、まだまだ恐竜人気は衰えません。また福井県知事が先頭になって恐竜王国福井を全国発信していただいていますから、今後もこの傾向は続くものと思われます。しかし勝山市としての問題点は、オープンから12年経った今も恐竜博物館の集客を経済活性に生かしきれていないことにあります。また観光客にとっても、せっかくはるばる勝山に旅行してきて全国共通のコンビニ商品だけを買って帰ったのでは寂しい旅になってしまっているのではないでしょうか。恐竜博物館の出口でお客様を観察していると、まずは恐竜を目指してきた、それを見終わった後、さてどこで食事をしようか、どこに寄って帰ろうかと探し始めています。町の駅ネットワーク勝山が設置した町ナビカードのカードラックの前で町中のお店屋さんを探す姿や、仮設テントの観光案内所で昼食の取れるところを訪ねる人が多く見かけました。連日の猛暑の中、スタッフはものすごく頑張っていただいたと思います。これらの取り組みは恐竜博物館に来られたお客様を勝山市内に誘導する役目を十分に果たしていたと思います。しかし一歩進んで考えてみると、このお客様に勝山のお店は十分な満足を与えられているでしょうか。既存の勝山市内のお店は地元客に対応した店がほとんどで、恐竜博物館に来られるお客様への対応に追いついていない現状があります。話は少し変わりますが、今年の夏はさらに関東圏からの集客も図ろうということで、パシフィコ横浜を会場に横浜恐竜展2012を開催し、それと合わせて勝山フェアを開催しました。そこでは恐竜だけでなく、勝山の特産品、そして今年ブランド化した勝山おろしそばをアピールしてきました。10日間のフェアに勝山から多くの関係者の方々が横浜に出向き、暑い中力を合わせて頑張ってきました。この10日間の営業結果を考察すると、今後の勝山が取るべき方向性がはっきりと見えてきたように思います。売上を伸ばしたのは期待した勝山おろしそばではなく、ハンバーガーやアイスでした。勝山おろしそばは確かにそば通もうならせる勝山の誇るべき味覚の代表です。しかし恐竜を見に来る客層は小さなお子様連れの家族が大半であるということです。商売のテクニックとして客層を絞るという言葉がよく使われています。ごく少数の食通に対してはいくらおいしいそばであっても、客層は小さなお子様が主体です。辛いおろしそばの味を認めてくれる子どもは数少ないというわけです。今回横浜の勝山フェアに訪れた客層は勝山の恐竜博物館に訪れる客層と重なると思います。今後の勝山観光の方向性を考える場合、この勝山フェアは良い教訓になったのではないでしょうか。勝山市としては今回の勝山フェアの結果をどのように考え、今後どのように
生かしていくおつもりなのかを伺います。2番目に道の駅について、前回の議会において市長は勝山に道の駅を作る構想を打ち出しました。これは以前から市民が待ち望んでいたものであり、非常に期待しております。全国を旅するドライバーにとって道の駅はなくてはならない施設であり、今まで勝山市付近に道の駅がなかったことは非常に不便に感じていたことと思われます。しかしここに来てお隣の永平寺町や大野市にも道の駅を作る動きが見受けられるように聞いています。理事者はこの情報を分析しておられるのでしょうか、お伺いします。私はたとえ近隣の市町で道の駅を作る構想があったとしても、勝山に作るのをやめようというわけではありません。勝山市には恐竜博物館、スキージャムなどの大型観光施設があり、これを訪れる観光客のためにも今最も必要な施設と思われます。ただし後発の道の駅であることもあり、集客の企画を練ることが大切ですし、勝山市の財政上も低コストで建設する必要があります。公共の体育施設などとは違い、道の駅となると営業利益が出ることも求められています。そこで道の駅を一つの焦点として考えてみることにしましょう。まず第一に焦点の設立目的が必要です。これは勝山を訪れる方への利便性向上と街中誘客による経済活性としておきましょう。2番目にしておかなければならないのは市場調査です。恐竜博物館へ来館するお客様の客層をつかんでおかなければなりません。これにはたくさんの要素があります。出発地域、交通手段、到着時刻、滞在時間、同伴人数、年齢層、男女比率、興味を持つ分野、来訪頻度、季節変動、一週間の人の流れなど、調査しておく必要があります。このような調査を実施される予定はあるのでしょうか、お尋ねします。この調査をしたならば、顧客ニーズが浮かび上がってきます。顧客ニーズを満たす商店を作れば、その商店は繁盛間違いなしです。勝山で今生産されているものが売れるのが地産地消として理想的ではありますが、顧客ニーズに合わないものを押し売りしても売れるはずがありません。そこで顧客ニーズに合った商品開発が求められます。その上で勝山に今ないものは外注をする必要も出てきます。そのあたりは柔軟な発想も求められます。設立目的が決まり、提供する商品、サービスが決まり、目標とする集客数が決まれば、次はそれを運営する組織づくりです。まちづくり株式会社のような組織が指定管理者として運営していくことが望まれます。建設場所、設計図に関しては、それらが決まった後、外部の専門家のアドバイスを受けながら決めていく必要があると思います。道の駅の建設は公共施設というよりは商業施設を作る感覚で進めていく必要があります。失礼かとは思いますが、公務員経験しかない市の職員が主導して進めるべきものではないと考えられます。恐竜博物館やスキージャム勝山の帰り道の客を取り込むだけでなく、さらに一歩進んだ道の駅として、独自でも集客可能な魅力ある道の駅とするためには、民間の知恵と経験が必要です。そうなると、民間の観光宣伝事業に関わり、その筋の豊富な人脈も有する観光戦略室の橋本観光プロデューサーの意見を尊重しながら進めていくことが得策であると考えられます。その上で、市役所内の建設部、農林部、商工観光部、そして未来創造課などが連携して事業を推進するならば、他市に負けない素晴らしい道の駅が完成するのではないでしょうか。市長の見解を伺います。
3番目に平泉寺僧の存続についてお伺いします。先の6月議会では平泉寺僧に関する陳情書と請願書を採択し、総務文教厚生委員会での慎重な審議を経て、今回2通りの案が提言されました。私としては、平泉寺僧は平泉寺の入り口にある現在の場所にて存続すべきものであると考えます。平泉寺僧のお客様は市内の方ばかりではなく、県外の方も多く、県外の方の利用サイクルというのは非常に長いものです。平泉寺僧の機能が残れば良いというものではないと思います。都会の商売は次々と新しいものやサービスを提供し続けます。しかし田舎の商売はいつまでも変わらないことが大切な要素です。何年経っても変わらぬ優しさで迎えてくれる空間、これが癒しです。次々と変わっていく都会の景色は癒されることが少ないのではないでしょうか。また平泉寺僧は若い人には人気がないかと思われがちですが、勝山市が行っているふるさとワークステイの制度を利用してうちの牧場を訪れる若い女性たちをよく平泉寺僧にも連れて行きます。すると若い子たちにも湯船で話しかけてくれる地元のおばちゃんたちの会話が楽しい思い出になっているようで好評です。市長は9月議会までには市としての存続の方向性を示すと今年の3月議会で明言されました。現時点での予定を伺い、私の第1回目の質問といたします。野村市長。道の駅についてお答えいたします。昨年9月審議会、本年6月審議会でもお答えしましたとおり、平成28年度末の中部縦貫自動車道永平寺大野道路の全線開通は、さまざまな経済効果が期待されますが、中でも一層の増加が予想される市内への来訪者をターゲットとした道の駅は最大のビジネスチャンスと捉えておりまして、開通までに整備することが必要だという認識を持っております。また勝山市の道の駅には休憩、情報発信、物販といった基本的な機能だけではなくて、それに加えて県立恐竜博物館へのパーク&ライド基地としての機能、さらには福井県が進める恐竜キッズランド構想に基づき現在建設準備が進んでいる野外博物館への発着機能、また駐車場がいっぱいになったときに、パーク&ライド機能という機能も当然大きな駐車場では期待が、大きな駐車場でそれを実行いたします。それから大野スクエア構想、これも恐竜という一つのブランドを集約した形での発信ができる、そういったようなさまざまな役割が期待はされております。でこれらの総合した機能の魅力を最大限に発揮することにより、近隣地域の道の駅に対して圧倒的な優位に立つことを目標にして整備しなければならないと考えております。規模としてはもう相当大きなものを今考えております。後で説明はさせますけれども、この勝山の道の駅の一つのメリット、まあ、逆に言うと全国の道の駅の問題点は何かと言いますと、観光のオフシーズンとウィークデーにどう客を集めるかということにあるわけです。これのギャップが非常に大きい。したがって儲かっていると思われるところでも冬全く客が来ないためになかなか採算が上がらないということがあるわけですけれども、勝山の場合はスキージャムへ来るというそのお客様をオフシーズン、まあ普通の一般の観光地のオフシーズンについてはそういった客を取り込むということも可能であります。従いましてそういったロケーションも必要です。
このようなことから、ご質問の大野市、永平寺町の道の駅に対する動きや交通量予測などの各種調査につきましては、町内関連部署が連携して年度内の素案作りに向けて、それぞれ情報収集や調査を行っているところであります。素案作りに際しましては、言われるまでもなく、観光戦略室の橋本観光プロデューサーは、このような時に、力を発揮してもらうように、全国公募した人材でありますので、この豊富な人脈や民間企業での経験を生かしながら、そのコンセプトを明確にして進めてまいります。小林観光政策課長。道の駅につきまして、全国的な状況についてまずお答えをさせていただきます。現在、日本全国には987の道の駅がございます。確実に成功している道の駅は全体の2割と言われております。2009年度のランキングによりますと、一つの町をコンセプトにした新潟県妙高市の道の駅新井が年間利用者が330万人、売上高25億1320万円で第1位となっています。次に食肉卸市場直営店の運営により、群馬県産ブランド肉を取り揃えた道の駅藤岡が第2位、それ以下上位ランクを見ますと、いずれも顧客ニーズに合わせてコンセプトを明確にして、地元の売りたいものより来訪者の買いたいものを品揃えしていることがわかります。先ほど市長がお答えいたしましたとおり、コンセプトを明確にして進めていく必要があると考えております。続きまして、勝山フェアの成果についてということでお答えをいたします。横浜市みなとみらい地区にありますパシフィコ横浜におきまして、7月20日から8月の27日までの39日間、横浜恐竜展2012福井県恐竜博物館コレクションが開催されました。この期間のうち、オープン日から7月29日までの10日間、同会場におきまして、勝山市を紹介するとともに観光誘客促進を図ることを目的に、恐竜化石発掘日本一、恐竜渓谷福井勝山フェア、町は丸ごと発掘館を開催いたしました。39日間の入館者数は166,620人であり、そのうち勝山フェア開催期間の10日間の入館者数は27,742人で、未就学児を含む子どもの割合は約 45% でありました。この勝山フェアでの運営スタッフは、そば連や麺類組合の皆様をはじめとする団体や市民の皆様延べ433名の積極的な参加により成功を収めることができました。このように行政と市民が一体となって取り組むことができましたことは、今後観光施策を展開していく上で貴重な成果であり、しっかり活用、生かしていきたいと考えております。また、来館者の約半数が小学生以下の子どもであったことで、勝山フェアの会場内でのスタンプラリーには、6600名もの方が挑戦され、景品が当たるくじを引いている間、保護者の方には、勝山市の良さをしっかり PR することができました。事前のデータでは、恐竜博物館に訪れている来館者が、関東圏からは約 7% でありました。福井県を知らない方が予想通りかなり多くおられましたが、直接来場者へ勝山市を紹介していますと、
興味を持たれ、ぜひ行ってみたいとのお声も多く聞かれました。さらにアンケートで書かれていました内容では、スタッフのお客様の立場に立ったもてなしが高く評価されており、今後の勝山市に来訪される観光客をもてなす取り組みにおいては非常に参考となりました。この経験は観光施設等連絡会などの会議や研修会等で議論する機会に生かしてまいります。今回の取り組みを踏まえ、イベントは単に開催するのでなく、客層、年代などしっかり想定した取り組みが重要であると再認識した次第であります。この結果につきましては入念に分析を行い、平成26年度北陸新幹線金沢開業等関東圏からの誘客施策等に生かしてまいります。松村副市長。平泉寺荘存続についてお答えいたします。今回の平泉寺荘存続に関し、市議会におきましても総務文教構成委員会で、真摯にご議論をいただき、素案をお示しいただいたことにつきまして、政策形成の進め方として大変良い形であったと考えております。すでにホームページでも公表いたしております、市が行ったアンケートの総括と市議会の案を十分検討し、今議会中に市の考え方をお示しする予定です。高齢化が進む中、高齢者の生きがい、健康づくりの拠点整備は必要であると考えておりますし、利用者の利便性向上などにも配慮していかなければなりません。先週も高齢者連合会の役員の皆様と意見交換を行いました。市の総合計画に沿った政策実現と高齢者の利用促進についてのご協力などについてもご理解を求めたところでありまして、時代の要請に応えることができる高齢者のための施設整備に努めてまいりたいと考えます。一番、まず一番目の勝山フェアについての再質問をお願いいたします。この勝山フェアで見えてきたターゲットは子ども向け、特に未就学児童が 45% もいたということで、恐竜博物館で見ていても、小さい子、小学生、それも低学年っていう子が多いんじゃないかなと思いますけれども、その子ども向け、ファミリー向けの土産品を開発する方策は今行っているのかどうか、それと、商品、土産品だけではなくて、サービス、先ほど勝山フェアではこうスタンプラリーとかいうのが大変人気でしたけれども、そういうのサービスというのも必要だと思います。またその子ども向けの、トイレとかそういうサービス施設っていうのも、整備していかなければいけないんではないかと思うんですけども、そういう方策は進んでいるんでしょうか。よろしくお願いします。質問いたします。小林観光政策課長。はい、再質問についてお答えをしたいと思います。未就学児のお子さんたちがですね、勝山フェアで 45% もいたということで、低学年以下のお子さんに対する土産はどのように開発しているのかということでございます。
今ですね、勝山市内のダイナソーカードを集めようということで、取り組んでいるところでございます。昨年よりもバージョンアップした形で、それが最終的にですね、恐竜に関する土産となるということで、お子さんたちには非常に人気でございまして、都民に夏休み期間多くの方に取り組んでいただいたという経緯もございますので、その辺はお土産になっているかなというふうに考えているところでございます。またサービスの必要もあるのではないかなということで、特にトイレの案内等につきましてもですね、いろんなパンフレット等でですね、しっかりとご案内できるようにやってまいりたいというふうに思っておりますし、パンフレットの中にもですね、トイレの案内場所もですね、明記するようにしているところでございます。はい、1番。はい、今後もそのターゲットを絞ってサービスに努めていっていただきたいらなと思います。2番の道の駅については非常に市長の力強い、お言葉をいただき、本当に、期待が膨らんでいくと思ってるんですけども、この道の駅っていうのはもう午前中の倉田議員、先ほどの犬井議員、山内議員の質問でも出てきましたように、勝山の農業の将来を考えても道の駅の存在は重要な存在になると思います。私は今年北海道ニセコ町の道の駅を視察してきましたが、そこは木造平屋建てのそう大きくない道の駅でしたが、たくさんの観光客でにぎわっていました。メロンやブドウなど高価な農産物も飛ぶように売れているようでした。もう2個入り、4個入りというような箱がどんどんこう宅急便の方に運ばれていくわけです。町の担当者に聞いてみると、町がいくら有機農業を推進してもなかなかそれまでは広まらなかったと言ってました。でも各生産者が自分の生産物を道の駅に持ち込んで、自分の名前付きでお客様に直接販売するようになったところ、こうお客様の方から、あの人のは美味しい、あの人のは美味しくないとか、そういうふうに言われると、もう生産者というのはもう何クソ、あいつには負けるかっていう感じで、どんどん美味しいものを作ることにこう励むようになります。今までただこう何個見た目だけでやってたのが、もうお客さんの反応を聞くと、こうやっぱり有機農業でやってるやつの方が美味しいとなると、どんどんそっちの方にこう熱が上がるということで、一気に有機農業が広まったということです。このように考えると、道の駅というのは勝山の観光だけでなくて、農業の活性化、有機農業が広まれば環境が良くなり、道の駅では雇用の拡大もなされ、絶大なこう波及効果があると思われます。で、今後の取り組みを期待して、私、道の駅に対する、私の、希望を述べました。平泉寺荘の方については、これからまた総務文教構成委員会の方で、討議がなされるということなので、今回は質問を控えます。これで私の質問を終わります。